なんかいい話ほどやっぱり反省点って浮き彫りになるなって思いますよ。だから自分のやりたいことやっちゃったなとか、本当にキャラのことを考えて、あのキャラの感情を考えてやってたかなとか、そういうのはやっぱりオンエア見て多分一番その役のことわかるのはその役者だと思うんですよ。でちゃんとここできやってあげられてたかなっていう、ちょっと自分に対して懐疑的な目を向けられるかどうかはすごい大事だと思うっていう風に言われ続けてきて、そう。いや、飯田だな。いや、本当に飯田くん。ちゃんと帰り見るなんか、そのね、ちゃんと反省会を自分の中で、いろんな自分と反省会を行うみたいなところが。そこが飯田たる点ですよね、いや、多分ね、本当ね、飯田くんなんだよね。やばい、もう起き抜けでもう完全に自分の考えてることがもう全部ダダ漏れてる。すごいね。でもね、そういうのが多分皆さん聞きたいんだと思うし。いつもラジオだと隠すんだけど、こういうの。いや、ね、むしろ僕たちもね、その、カイトくんのそういう本音っていうのも結構、ここで聞いてくれたから、あの後ろ姿がそんなに混乱してるって思ってなかったんで、正直。いや、もうめちゃくちゃ混乱してましたよ。そうか。でもね、なんかその時その時の僕たちが本当精一杯で演じてるのはね、紛れもないね、もう事実なのでね。そうですね。それはね、本当皆さんでなんかこうね、受け止めてもらえたら嬉しいなと思いますし、これからもね、僕らたち頑張っていきたいと思いますのでね、見ていただけたらなと思うんですけども。